皆さんこんにちは。グッド25Rライダー溝ネギでございます。ちょっと変化を入れてきましたよ。はい、今日なんですけれども、先ほど、川崎プラザ北九州さんで、この25Rの、初回点検をしていただきました。川崎プラザ博多さんで買ったんですけれども、なんだろう、マイフェイバリット、川崎プラザはね、北九州さんということで、北九州さんに持ち込んで、初回点検と、そして、まあ、オイル交換をしていただきました。ついでにね、噂の 25R の、オイル漏れの件もね、ちょっと調べていただいたんですが、まあ、ちょっとその辺のお話をね、今日しながら行きたいなと思っております。はい。で、オイル交換いたしました。今回は1000キロの、初回点検ということで、オイルフィルターと、それから、オイル交換をしていただきました。ウーバーイーツと。で、オイルの方が、川崎とエルフのコラボ商品というんですかね、サエソクというね、オイルがございます。これ非常にね、良いオイルらしくて、僕もね、忍者400の時にも入れてたオイルなんですけれども、まあ、それをね、今回は最初からお願いして、入れていただきました。はい。で、そのオイルの感じなんですけども、こうもうね、分かるんですよ。これすごい回転がなんかね、軽くなってますね。すごいですね、オイルでこんな変わるんだっていうぐらい。今までね、結構その乗ってたんで、この今変えてる感じで言うとすごく違いますね。オイルでこんなに変わるんですね。 25R のね、オイルどっちにしようか、もう一つね、最速とね、最強というね、もう一種類そういうブランドのオイルがあるんですけれども、まあ、どっちにしようかなと思ってちょっと分かんなかったので、おまたウーバーイーツだね。はい、なに、うわ、ちょ、待って、すごいな。うわ、なんかすごい軽快に回る。おお、すごい、体感できるレベルで違うぞ、これ。オイル交換によるそのエンジンの吹き上がりの軽快さが全然違いますね。で、なんだっけ？あ、そうそう、オイル交換で、最速と最強というね、2種類オイルエンジンがあるんですけれども、オイルエンジン？オイルがあるんですけれども、どっちにしようかなーって迷ってたんですよ。どう違うかっていうと、単純に言えば、粘度が違うんですよね、オイルの。はい。そして、まあ、僕もね、知識がないもんですから、まあ、ツイッターでアンケート形式でどっちがいいかっていうことでね、アンケート取りました。で、大体7割ぐらいの皆さんが、最速の方がいいよということで答えをね、言ってくださってましたので、まあ、僕も最速にしました。ここにもね、おすすめのオイルとかもね、出してくれてたみたいなんですけども、ありがとうございます。で、最速を入れました。で、さっきもね、言った通りね、すごい回転が軽快になってます。あ、すごい、こんな違う、こんな違うっていうぐらい回りますね。うわ、すごいな。で、オイルのその違いなんですけど、最強の方がどちらかというと粘度が高いので、高温に適しているという感じの特性があるみたいです。で、25R はやっぱりその高回転型ですし、排熱もやっぱすごいなってるので、正直言って、最強の方がいいのかなと思ってはいたんですよ。で、まあ、さっきね、メカニックの人にとちょっといろいろお話ししてたんですけども、 25R はね、やっぱ最速の方がいいそうです。もちろんその個人の好みで、どちらがいいとかいうのは分かれるらしいんですけれども、まあ、その方の見解では最速の方が 25R にはいいんじゃないかなということです。大型の方でも最強ってあんまり入れないらしいんですよ、 Z900 とかでもね。はい。で、10R とかになってきてももう最速の方を入れる人が多いということですので、まあ、最強を使うほどではないんじゃないかなというお話でした。で、 25R は本当、まあ、250の4気筒ですから、まあ、最速で十分いいんじゃないですかっていうことなので、まあ、最速にした感じですかね。はい。やっぱ最強っていうのはもう、なんでしょう。どっちかっていうともう、レース的な要素の方が入れるのかな。うん。夏場、最速の方がいいのかな、最強の方がいいのかなと思ってたんですけど、まあ、最速でも十分ね、賄える範囲の、オイルの性能の良さらしいので、まあ、今後はね、僕も、最速で、オイル交換していこうかなと思ってます。はい。そして、まあ、そのオイル交換なんですけれども、まあ、今回はね、初回点検と一緒に入れてもらいましたので、オイル代と、交換費用みたいなのは取られたんですけど、今後はね、ちょっと自分でオイル交換にも挑戦したいなと思っております。はい。
まあそれに伴って 25R は液排とオイルフィルターの場所が非常に近いので、あの川崎の方も言ってたんですけど、すごいやりづらいそうなんですよ、オイル交換が。はい、まあオイル交換は簡単ですっていう人もいれば、オイル交換難しいですっていう人もいて、どっちを信用すればいいのかという感じはするんですが、まあ川崎の方がね、オイル交換はちょっと厄介ですと言ってるくらいなので、まあそちらを僕は信じることにして、難しい作業であるという認識で、頑張っていきたいなという感じでございます。まあ今後、次のね4000キロに到達した際、3000キロ後ですね、はい、にまたオイル交換をね今度は自分でやりたいなと思ってます。いやすごい吹き上がり良くなってる。マジですごいな、こんな変わるんですね。でその最速を入れたんですけど、最強の方だと粘度がすごく高いので、結構ね初動でパワーを使わないといけなくなるらしいんですよ。要はオイルがちょっと硬い分なので、燃費もちょっとね悪くなるみたいなことをおっしゃってたんで、まあ燃費が落ちるんだったらっていう感じですよね。まあそんな感じでオイル交換してきました。はい、で面白い話もねいろいろ聞けたんですけど、 ZX25R の、一つ今ちょっと問題にされつつあるお話で、オイル漏れというものが、結構ね報告されてます、 ZX25R でね、で僕もね何本かねそういう動画を見て、まあ、自分の 25R もそういう風にちょっとオイル漏れしてないかどうかを、まあ、今回ちょっとね確認していただいたんです。で確認してもらったところ、若干漏れてると、漏れてるかもしれないっていうね、お話がありました。まあ正直その確認できるレベルではちょっとそんなそこまでひどいものではないという感じのお話でしたので、どんな感じなのかっていうのは、まあ、今後ちょっと長い距離を長距離を走ってもらわないとわからないので、ちょっと注意して見といてくださいということで、お話されました。はい、で実際どこを見ればいいのかとか、どこを見ましたみたいな話をちょっと聞いたんですけど、まあ、僕も目で見た限りではここかという、ね、場所が若干、本当に若干オイルがこう滲んだような跡があったみたいですね。もちろんそれは一回きれいにしてもらった後に、もう一回チェックしてもらうという感じだったんですけども、まあ、それぐらいでは一応確認はできなかったということでしたので、まあ、長い距離を、走った時とかに、まあ、分回した時ですねに、まあ、どうなるかなっていうのをちょっと今後見ていきたいなと思っております。で、やっぱそれが出るようならいずれねひょっとしたらもうそのリコール扱いになるかもしれないというお話でしたので、はい、うわすげえな、マジで回転の速さ上がってる、回転の速さっていうかエンジン回転がすごい語彙力よ、エンジン回転がめちゃくちゃ軽くなってる。忍者400の時もまあなんだろうな、エンジン内が綺麗になったな感はあって、心地よい感じになったのを覚えてるんですけど、 25R は分かりやすいですね、こんなに回転が軽くなるとはっていう感じです、びっくりしますね。まあまあまあそんな感じでね、いろいろお話を聞きまして、無事ねオイル交換も交換終わりまして、今後は点検とかはねもちろんプロに任せて、してもらう感じで、オイル交換に関しては、まあ、ちょっと頑張ってみようかなという感じです。はい、自分でね、すごい、マジで回転がスムースに上がる、すごいな。やっぱオイル交換はねこまめにした方がいいですね、こんなにパフォーマンス変わるんだったら。はい、ということで、今日は、川崎プラザ北九州さんでオイル交換をしていただきました。最速をね入れてみました。 ZX25R 乗りの皆さんもね、自分のお好きなオイルがねもしなくて、まあどんなオイル入れたらいいんだろうって思われてる方いらっしゃいましたら、ぜひとも川崎とエルフのね、サエ速というね、オイルがございます。これ非常にいいですね、こちらをぜひ、お試ししていただけたらなと思います。はい、ということで以上グッドライダー水崎でございました。このうわ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 、素晴らしいね。はい、はい、以上みそねぎでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。